それでは早速皆さんに集まってもらいましょう。はい。いい香り。皆さん、また大変なことが起きてしまいました。ラシャ城が魔物たちに襲われて占拠されてしまいました。ウイローの生産のほとんどを賄っているラシャ城周辺の4つの町が心配です。もしこのまま4つの町が占拠され、あの伝説のウイローまでもが魔物の手に渡ってしまえば、世界は再び闇に包まれ荒れ放題となってしまうでしょう。でも一体どうしたらよいのでしょう。お姉ちゃん、困ったことになったわね。どうしましょうって言ったって、話の通じる相手じゃないし。そうよね。そうだ、コットンに頼めば。ダメよ。あれだけ有名な観光地をなぜ知らないかはわからないけど、あの場所にコットンを行かせたりすれば。魔物に全滅させられるよりはマシじゃない？そうかもしれないけど。それはそうと、そのコットン今どこにいるの？それがわからないのよ。あ、そうだ、餌を使って捕まえましょう。餌？捕まえる？そう。こんなバケツと棒の古典的な罠で？そう。話って、またあんたなの？聞く。あのね、コットンは知らなかったと思うけど、今ウイローの原産の町で恒例のウイロー祭りが催されていてね、いろいろなウイローがタダで食べられるのよ。ウイローの原産の町？そんなこと言って、さっきの木彫りのウイローみたいにあたいを騙そうとしてるんじゃないでしょうね。そんなことないわよ。それにここのラシャ城には伝説のウイローと呼ばれる大きくてプニュプニュなウイローがあるのよ。で、伝説のウイロー？お姉ちゃん、伝説のウイロー、その伝説のウイローって、今はこうするしかないのよ。女王様には何とか私がごまかして、もしバレてもコットンが魔物を退治してくれればきっと多めに見てくれるわよ。そうじゃなくって。伝説のウイローの町か。伝説のウイローってビッグでプニプニして
に行かれると町中の魔物を退治できないし。そうだ、ねえコットン、今このお城を囲む4つの町でウイロー祭りをやっていてね、各町では名物のウイローが置いてあるんだって。え、いろいろな名物ウイロー、いいよー。ここはガッツ、この瞬間が旅のようなものですから、わざわざここを離れなくても。どうしてこっちお姉ちゃんは会うたびに人が死人ですのか。死人なのですね。助けたいのですね。ここはガッツー、こっちの運転は守れ、退治できないし。あくやっかでちゅー、ハリスの限界のようです。ハリスさんですね。ハリスさんですね。ハリスさんですね。最近温泉で寝てもらうわ。早く終わらせて、お家でゆっくり、カフカのお布団に包まれてリストルなんて。ねえ、もういいです。よいか、ルーレア、お肌が長いです。リッタルだ。ちょっとお団子がたぼけ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 、ちょっとお団子が食べたいです。街を回らなければラシャ城には入れないの？そういうことになります。はい、どうぞ。
じゃあ、そういうことだから次行きましょう、次ね。ウイロー、天然なのですね。女王様のデレッサのよ、いつもニコニコしているばかりで面倒なことは全部私に押し付けるんだね。受け入れなさい、遂行しなさい。甘い袖は触れないわ。そうよ、そして安らぎあるよ。意識が遠のきます、消え失せます。睡眠不足はお肌の敵よ。一日8時間以上になるとね。はお肌の敵よ。ウイローってプリプリして面白いな。
みちきしょうめ。こんな若い方たちと一緒に旅をするとつくづく自分が若くないと思い知らされますね。ここは若い人たちにお任せして、私は引退することです。なんて先生、生地がないじゃない。こんなことなら着替えでも持ってくればよかった。待てこら、服が泥だらけだわ。待てこら、人形裁縫で新しい服を。生地がないじゃない。こんなことなら着替えでも持ってくればよかった。どうしていつも笑ってばかりいるのですか。おかしいのですね、天然なのですね。あれはですよ。ジョー、こんなにみんな頑張っているのだから、もう少しタイミングをよく。そうしません、成功できません。長者番付です。
しがないじゃない。こんなことなら着替えでも持ってくればよかった。どういうわ、旅行なんて久しぶりですね。これももう少しゆったりしたスケジュールで全国温泉巡りとかならどんなに素晴らしいことでしょう。大過酷な毎日を過ごしているとバタさだけどどうにもならないわね。やっぱり美味しいものを食べて栄養つけないと。今回休息必須温泉入浴気分爽快。そういえば最近お絵かきしてないわね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょ。このまずいウィーローをあげるわよ。あたいのウィーローを何するんだポン。あなた誰？あたいはコット。そんなことよりそのウィーローを返しなさいよ。あら、こんなまずいものはガブガブくんたちしか食べませんことよ。むっきー、それ。ああ。ガブガブくんたち、今度はもっと美味しい餌をあげるから、今日はまずいウィーローで許してね。うわあ、何するんだポン。ララランランランララランランラン。女王様ったら、こんなにみんな頑張っているのだから、もう少しタイムを良くしてくださってもよろしいの。そうよそうよ、これから組合を作って賃上げ交渉よ。よいしょ、ネブの時間に中、お肌が曲がりてちゅう。お願い、サポートでお願い。どういうこと、お姉ちゃんよ。おたらら、いや、この限界のウイルス、生き物よね。常に何かが変わっていくものよ。そんな日々の変化の中で、慎重に進むことにはよくないことなの。なんだと、くびれがないっていうのも
なんでしょう、最近たるんできましたわ。あれだけ運動していれば少しは引き締まると思っていたのですが、最近ほとんど寝てないわね。夜の布団に甘く早く終わらせて、お家でゆっくり旅に出ます。ふかふかのお布団に包まれて飲んでるね。ここは暗くてよく見えないポン。コットン、あそこ光ってる？何よあれ。私に聞かないでよ。あんたまたそんなこと言って。それよりコットン上。海でお肌が荒れてきたわ。ちょっとエッセにでも行こうかしら。そんなこと言って自分だけ逃げようってんじゃないですかね。こう過酷な毎日を過ごしていると赤さだってこれはならない。パンよ、お城に帰りたい。そんなこといらない。どうしていつも笑ってばかりいるのですか。おかしいのですね、天然なのですね。助けてくわよ。旅に出ます。失踪します。ああ、失踪ですって。私の目の黒いうちはネズミ一匹逃がしませんよ。女王ちゃんはどうしていつも笑ってばかりいるのですか。そうね、一言で言うと、バカなの。このところ、お裁縫してないな。新しい服も作りたいし、縫うのですね。縫製するのですね。意識が遠のきます。消えてます。笑ってばかりいるのですか。そうね、一言で言うと、バカ
子なの。最近無理のしすぎでお風呂が荒れてきたわ。ちょっとエステにでも行こうかしら。いいですね、私も行きたいです。こしゃくな。どうってことお姉さんは会うたびに手が縮んでいくのですか。縮むのですね。わざわざとですね。お肌の張りがなくて下がり方でちゅ。旅に出ます。疾走します。行くぽーん。大体なんで私がこんなことしなきゃいけないの。相方から助けてもらったのは感謝してるけど、こんなにこき使われなきゃいけないの。この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。それは体重。このまま行けばみんなのようにピレピレするわ。服が泥だらけだわ。キラキラー。あなたは水量裁縫で新しい服を。エメラルド。血がないじゃない。ジュインクルミスト。着替えでも持ってくればよかった。服が泥だらけだわ。エメラルド。ジュインクルミスト。水量裁縫で新しい服を。血がないじゃない。エメラルド。こんなことなら着替えでも持ってくればよかった。なんでこんなことやってるのかな。おとなしく教えた古文書でも読んでればよかった。なんでこんなことやってるのかな。おとなしく後ろで古文書でも読んでればよかった。私の目の黒いうちは何一匹気がしませんよ。おとなしく後ろで古文書でも。このところお裁縫してないわ。新しい服も作りたいし。作るのですね。縫製するのですね。とてき意識が遠のけます。大変受けます。これが片付くまでは何があっても眠らせないわよ。この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。これは大変。このままいけば女のように何もならないわ。やっぱり美味しいものを食べて栄養つけないとね。なんかむしゃくしゃするわね。暴れるのですね。分解するのですね。はぁ、お城に帰りたい。逃げるのですね。逃避するのですね。このところお裁縫してないな。新しい服も作りたいし。縫うのですね。縫製するのですね。超コンパイ急速必須温泉入浴気分のシャワー。トワレットシャワー。トワレットシャワー。トワレットシャワー。やっぱり残ってるんだ。最近女王様って胴回りがちょっと太くなる。昔はひどかったな。体がはちきれんだけど爪の実を食べさせられたり。なんか私この旅に出てからどんどん進んでいるような気がするわ。お姉さん、クローコンパイ究極必須温泉入浴気分爽快。食べてたよ。エメラルド。ジュインクルミスト。必須温泉入浴気分爽快。エメラルド。キラキラ。ここはガッツエメラルド。痛いけどジュインクルミスト。ちょっともらうと魔物を退治できないしね。エメラルド。倒すのですね。ジュインクルミスト。取るのですね。そうよ。そして安らぎを取り戻すのよ。少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。これは体重。このまま行けばみんなのようにくびれができるわ。ボーダマボビーですね。
すれば自由のみよ。そうすれば自由のみよ。ああ、なんでこんなことやってるのかな。おとなしくお城で古文書でも読んでればよかった。自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、人を盾にしたり、ダルマにしたり、温泉入浴気分爽快マレットショー言えばコットマレットショーいいんじゃない。なるほど、おかっぱ頭なんてね。大丈夫です。マレットショー自分のためにしか使わないだけならまだいいけど、人を盾にしたり、ダルマにしたり、もう過酷な毎日を過ごしていると若さだけではどうにもならないわね。やっぱり美味しいものを食べて栄養をつけないとね。この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。エメラルド、それは大事。リンクルミス、このまま行けばみんなのようにくびれができるわ。お城に変わって今よ。そういえば、最近お絵かきしてないのね。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないでしょ。休息必須、温泉入浴気分爽快、うん、この旅の間に少しずつだけど確実に変わり始めたことがあるの。それは体重。このまま行けばみんなのようにくびれができるわ。たまには温泉でも行ってのんびりしたいわ。このところ、お財布してないの。新しい服も作りたいし、縫うのですね。縫製するのですね。なんか、私、この旅に出てからどんどん進んでいるような気がするわ。お姉ちゃんたちにも、いろいろひどいことを言っちゃったし。私のおかげでヨークの国は救われ、伝説のウイローも無事でした。女王様、そのウイローどこにあるのよ。え、どこ、あっち、どこ、ここ、ここ一体どこにあるのよ。ここです。ウイロー、ほら、このように無事です。伝説のウイローとは、各種ウイローの作り方の秘伝を記した貴重な石板なのです。しましょう。
してヨークの国はコットンのおかげで救われたのかな。